ってやる。くらっ、ま、ここが
歩くよ。一人っきりでゴロゴロしよって。どうすか。って、ノックぐらいちゃんとしてから入ってくれよな。プライバシーの侵害だぞ。はっ、何を言い出すかと思えば一丁前に抜かしおるわ。わらわはそなたのおむつを変えてやったことだってあるのじゃぞ。今さらどのような醜態をさらされようと、とうの昔に免疫ができておるわ。ったく、かなわないよな。で、何の用事なんだ。おお、そうじゃった。実はな、頼みがあっての。疲れたから足を揉んでくれ。は、ゴーレムってのは疲れ知らずだったんじゃないのかよ。飲み食いだって趣味でしてるだけで別に必要ないとか言ってたしさ。必要ないのと平気なのは似ておるようで違うのじゃ。わらわの感覚は生物と遜色ないもの。疲れもすれば痛みだって感じるぞよ。無駄に成功だよな、本当に。無駄というのは聞き捨てならぬの。よし、わらわの聖堂の素晴らしさをそなたに特別に体験させてやろう。ほう。というわけで、ナノスキンプロテクト、ストッキングを脱がせてくれ。な、自分で脱げばいいだろ。照れとるのか。それとも脱がし方がわからぬほど純情奥手少年なのかな。バカにすんなって。これぐらいのこと別に。爪を立てるでないぞ。わかってる。久々にストッキングを分離してみたが、何やらスースーしてくすぐったいぞよ。見てるだけでなく、ほれ、触ってみ。え？触れねばマッサージができぬであろう。ああ、そういう意味か。感想はどうじゃな。よかろう、せいぜい気を入れて揉んでくられ。最近は経年劣化のせいか、やたら疲れるのじゃ。おお、そこそこ。大丈夫なのかよ。わからぬ。人間の尺度はあらゆる意味でわらわに通じぬからの。未来永劫稼働しておる可能性もあれば、明日にでもパタリと停止するやもしれぬ。だからこそこうやってそなたをこぎ使ってケアをさせとるのじゃ。あのなほれ、手がおるっさよ。へいへい、誠心誠意励ませてもらいますよ。くぅ、おビリビリ感、たまらぬの。そのまま指先まで、くぅ、耐えられぬこの心地よさ。さあ、そのまま舌を伸ばして隅々までしっかり清め。調子に乗るな。冗談じゃったのに。ったく、かなわないぜ。
は誰かな。参ります。ゴー。俺の番だな。よし。よっしゃ、任せろ。よし。
やる。ここは引きましょう。まずは誰かな。